心のスキルをアップさせる方法。認知療法を自分で学ぶ認知行動療法活用サイト、心のスキルアップトレーニング、ココトレというサイト、スマホアプリでもあるんですかね、これ運営されてます ね、はい、URL の方が備考欄の方に貼られております。なかなかその一般では気軽に受けづらいので、自分で認知行動療法を学ぶための情報ってことですね。そうですね、治療のサイトじゃないので、うん、今おっしゃったように学ぶサイトっていうことで、うん、もしも治療を受けてらっしゃる方は主治医の先生と相談しながら使っていただくといいと思います、うんうん、これを使うことでどういうメリットがあるのでしょうか。認知行動療法でいくつかの技法というかスキルっていうのがあるんですけど、それをステップバイステップで学べるようになってますし、うん、あと私が解説をしている動画があったり文章があったりするので、そういうのが役に立つというふうに思います。ちょっと今認知行動療法どんなのかなとか興味を持たれた方がいらっしゃると思いますので、ちょっとまず見ていただくといいのかなってことでしょうかね。そうですね、うん、私がおすすめするのが、心が晴れる鬱と不安の認知療法自習帳っていう本が、これはすごくいいなということで、すごくおすすめしたい本ですね。ちょっとこれ解説していただきます。すごい簡単なワークをやることで自分自身を自己洞察できる、はい、そういう本ですよね。そうですね、心が晴れるノートって書いてるように、症状があるなしに関わらず、ちょっとこう気持ちがどんよりした時に使っていただくっていうことで作った本なんですね。気楽に簡単に目に入ってくるものが欲しいっていう患者さんから言われたので、それで作ったのがこの心が晴れるノート。結構これは読んで使っていただいてます。ですから私が書いた部分っていうのはそんなに文章量は多くないんですね。落ち込んできたり元気がなくなってきた時っていうのは、じっくり本を読んでっていうのは難しいんだってよく皆さんおっしゃいます、うん、それだったら視覚的に入ってくるもっと簡単なものがいいんじゃないかっていうふうに思って作ったもので、例えば考え方を整理する方法だとか、うん、問題に対処する方法だとか、いいコミュニケーションをするための方法っていうのを簡単に説明している本です。これネーミングも良くてですね、実を言うと最初はあの心のノートっていうタイトルだったんですね。印刷する直前にですね、電話がかかってきて、心のノートっていうのを文科省がなんか作ってるっていうのが入ってきて、ね、で名前変えないといけないけどって言われて、もうその場で心が晴れるノートにしたんですね、うん、それも良かったように思いますね、うんうん、なるほど、私もアウトプット大全なので、うん、アウトプットする、話したり書いたりすることで、うん、頭の中考えてることが整理されますよということなので、すごくアウトプットっていうのをおすすめしてますし、メンタルの患者さんだとあーみたいな感じになっちゃってるから、やっぱり冷静に考えられませんし、うん、整理しなさいと言っても難しいですよね。そうですね、おっしゃるようにやっぱアウトプットってすごく大事で、わーってなってる時ってどんどん自分の世界の中に入っていってしまうんですね。でネガティブな世界ですね。ネガティブな世界にね、そこからこうちょっと自分を取り戻すにはやっぱりアウトプットをするって、つまり客観的な自分を取り戻す、うん、すごく有効な方法だと思うんです、うん、だから今おっしゃったアウトプットっていうのはすごく大事な概念だというふうに思いますね。それが相手がいるといいんですけども、うん、いなくてもこういうノートとか筆記することによって整理することができる、あるいは感情を吐き出すことができますよね。そうなんですね、うんうん、相手がいればいいって言ってもなかなかこういないし、いてもちょっと話すのが恥ずかしいなみたいなこともありますのでね、うん、そういう時にご自分でアウトプットをしていくっていう、うん、そういうことができるといいと思います、ね、他の人に知られないでできるという ね、そういうメリットも大きいですね、はい、ぜひ心が晴れるノートおすすめです。例えば私ゼロ百思考とかをやめましょうということをよく言って、うん、今度11月にも言葉にすると悩みが消える的な本が出すんですけども、はい、その中でもゼロ百思考がすごく良くないなっていうことを最近思ってまして、患者さんの場合で言うと、うん、完治しますかってことがよく来るんですよね、あるいは良くなってきてるんだけど完全に治りませんというような、ゼロ百思考の方とかそういう完璧思考の方の認知の歪みをちょっと和らげるようなアドバイスをちょっとお願いできますかね、はい、私はですね、確かにゼロ百思考っていうのは自分を苦しめるので良くないと思うんですね、うんうん、でもう一つは大事なのは使い方だと思うんです。つまり例えば完璧主義とかゼロ百思考って大事なこともあるんですね。例えば会計士さんだとかですね、うん、まあ、医者もそうですよね、完璧である必要がある。だけど何でも完璧にしようとすると辛くなってしまうので、うん、その考えが今役に立ってるかどうかっていうのが大事だと思うんです、うんうん、ですから自分はゼロ百思考をする傾向があるんだなっていうことと同時に、それをうまく使えてるのか自分を苦しめてるのかっていう、そういうことを考えていただくといいんじゃないかというふうに思います。ゼロ百思考でも悪くないと。そうなんです、ということでゼロ百思考がうまく使えてるか使えてないのかが問題であって、ゼロ百思考であるから私はダメだってことではないということですね、はい、そうですね、なるほど、分かりやすいですね非常に、はい、精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。